今回リポーターを務めます、土岐商業高校吹奏楽部副部長の永谷美優と山中夏実です。うちらの学校のスーパースターは吹奏楽部です。ここがスーパー。第79回東海吹奏楽コンクール B 部門で金賞を受賞。昨年に引き続き2年連続の受賞を果たしました。大会の目標として東海1位というのを目標にして練習をしてきました。1位は取れなかったんですけど、金賞を取れて、一人一人が満足いく演奏ができました。生徒が練習を決めて練習をどうして改善していくみたいなのを行っていて、生徒主体っていうのを知って活動してきました。冒頭のクラリネットとテナーのところは音程もそうだし、姿も細部までこだわったので、そこが聞きどころです。また最後の方に全員で吹くところがあるんですけど、そこは一人一人が感情を乗せて自分の思いを表現するので、そこがポイントです。このポーズを3年生が作ったんだけど、先生がみすず先生っていう名前で、リンリンリンってことで、流行りというかマイブームになってます。で、大会の時とか毎回これで写真撮ってます。みんなで一つの、サウンドを作る、土岐商サウンドというふうに勝手に呼んでるんですけども、そういったところが評価されたんじゃないかなというふうに思います。演奏会活動とかコンクールが多いので、地域の方に愛されているというところポイントかなと思います。音楽というのは一瞬でできるものではないので、継続して物事に取り組む、そういった生徒を育てたいなっていうことを日々思って活動しております。とにかく演奏自体を楽しんで行ってほしい。楽しくないとやってる意味もないので、まずやってる自分たちがしっかり楽しんで演奏をしてくれればなと思います。今年とコンクールで東海に出場して金賞が取れたので、それは来年も目標にして頑張っていきたいなと思いますし、先輩たちから教えていただいたこととか引き継ぎながらも、自分たちでさらにもっとよりよくお客さんに楽しんでいただけるような演奏とか演奏会とかを作り上げていけたらなと思います。これからのコンクールや秋の演奏会シーズンを通して、地域の方々に喜んでもらえるような音楽作りを目指して頑張っていきます。頑張れたー。あー、チャンネル登録お願いします。